Wikipedia English writes that Marduk was a late generation god from ancient Mesopotamia and patron deity of the city of Babylon. When Babylon became the political center of the Euphrates Valley in the time of Hammurabi, 18th century BC, he slowly started to rise to the position of the head of the Babylonian pantheon, a position he fully acquired by the second half of the second millennium BC. Marduk is associated with the divine weapon Imhuru. 古代メソポタミア、バビロンの守護神、それがマルドックということになります。足に歩行補助装置をつけている点に注意してください。ウィキペディア・イングリッシュによれば、バビロンは紀元前18世紀のハンムラビ王の時代にはユーフラティスにおいては政治の中心になり、マルドックは守護神としての地位を少しずつ確立し、その後紀元前1000年代の後半部においては守護神としての地位を得たとされています。ついでですが、マルドックが手に持っている武器をイムフルと言いますが、そのイムフルはゼウスのサンダーボルト、さらにはチベット密教のバジュラ、さらには空海が日本に持ち帰った五箇所へとつながっています。広し林浜松シティ、ジャパン。で、今日の本題に入ります。神の中の神、それがマルドック、その証拠と証明ということになります。ペンミュージアムの目録にこんな像が紹介されていました。ウルで発掘された女王プアビ研究の本拠地になっている大学です。これがレオナード・ウーリーです。そしてこのようなアーティファクトが見つかっています。で、私はこのアーティファクトに着目しました。飾り物ということになります。花と何かの動物が表現されています。で、この動物は何かということなんですけども、その前にいくつか外堀を埋めておかねばなりません。で、この飾り物ですが、八方向に伸びる花のようなものが表現されています。八方向に伸びる花のようなものです。そして同じウルからこのようなハンドバッグのようなアーティファクトも発掘されています。私はこれを女王プアビのハンドバッグと名付けましたが、同じくウルからこのような模様のついたゲーム版なるものが発掘されています。それにはこのような色付けがなされています。そしてこの八方向に伸びる花のような紋章は、つまりは花ではなくて八方向に伸びる金星、つまりイナンナ・イシュタールの紋章を表しているということになります。右下は女王プアビの復元図ということになりますが、異様に大きな頭蓋骨の持ち主であったということが分かっています。その女王プアビは八方向に伸びる星のマークをかたどった飾り物を頭につけていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールの紋章をかたどった飾り物を頭につけていたということになります。そして私林博士はその飾り物の中に奇妙な動物をかたどったアーティファクトがあることに気がつきました。で、第一に考えられるのはですね、ペンミュージアムで紹介されている牛ということになります。確かに右は牛です。角の位置、そしてその角の形に注意してください。牛といえば
延期、つまりギリシャ神話名プロメテウスということになりますが、確かに右は牛ですが、左の動物は牛ではないのではないかと私林博士は判断しました。注意深く比較してみてください。ここが今日の大切なポイントということになります。で、左の動物を見ていて一つ気がついたことがあります。その顔がバフォメットの顔に似ているという点です。左がそのバフォメットですが、角のついている位置に注意してください。バフォメットは角が頭の上についています。一方、牛は頭の上の側面についています。口の形は全く同じと言ってもよいかと思います。となると、もう一つの可能性として考えなければならないのはヤギではないかということです。しかし、こうした飾り物の中に身近にいるヤギなど表現するでしょうかという疑問も大きく膨らんできます。やはりこうしたアーティファクトを作る以上、作るにふさわしいアーティファクトであるイコール神であると私林博士は判断しました。例えば、右に今お見せするのはインダスバリーで見つかったアーティファクトです。 Heaven's Bull、 天の牛と呼んで差し支えないと思いますけれども、この天の牛の頭の部分に表現されているのが牛です。イナンナ・イシュタールはこの天の牛をアヌ王から手に入れ、その天の牛を使ってウルクとウルクに住むギルガメッシュを攻撃しています。つまり、繰り返しになりますけれども、身近にいる動物、例えばヤギや牛などを表現したものではない、イコール神を表現したものであると私林博士は判断しました。そして、その神とは誰かということになりますけれども、その類似性から私はこの時代にすでにバフォメットの原型ができていたのではないかと判断しました。左右を注意深く比較してみてください。となると、この時代にすでにバフォメットの原型があったということになると、イコールバフォメットの正体がこのアーティファクトを通して突き止められるということになります。となると、バフォメットイコールこのアーティファクトイコールマルドックへとつながる可能性があります。右はバウンダリーストーンです。メソポタミアで発掘されたバウンダリーストーンですけども、その3段目にマルドックが表現されています。で、私林博士はこのマルドックの横に座っている動物はマルドックの愛玩動物であったムーシュスーであると判断していましたが、この動物は見方によってはバフォメットにも見えるということになるのではないでしょうか。ややこう角が曲がっている点も気になります。またそう考えると、いくつかの事実がつながっていきます。中央下はウルで見つかった私が女王プアビのハンドバッグと呼んでいるハンドバッグのようなアイテムです。このハンドバッグにはイナンナ・イシュタールを示す八方向に伸びる星、つまり金星の模様が彫り込まれています。そして同時に目の模様も彫り込まれています。その目が4つあり、なおかつ二重ラインで囲まれている点に注意してください。すなわち、この目4つ二重ラインで40を意味します。40というのは延期、つまりプロメテウスの神聖数です。マルドックは
延期の息子でしたが、その延期、つまりプロメテウスを倒してその位につきます。それを象徴的に表しているのがミトラ像ということになります。ミトライコールマルドック、そしてそのマルドックは牛の首に短剣を突き刺しています。さらにここに表現されているのがただの牛ではないということは目の色を見ればわかります。中央上のこの動物の目を見てください。青い目をしています。そしてその同じ色の目をウルで見つかった、いわゆる二重マスゲームと言われているゲームボードの中に描かれている目の色と一致します。つまりここに表現されているヤギのような動物はヤギではなくて神自身であるということを示しています。こうして古代メソポタミアの二人の神の流れが決まるところとなりました。一人は左側イナンナ・イシュタールの流れを組むローマンカトリック、そしてもう一人は右マルドックの流れを組むイルミナティ、そしてフリーメイソンの流れということになります。そしてこの2つの流れはそれ以後対立抗争を繰り返しながら現在の今に続いているということになります。 Bye for now。Ra in Egypt, Alaf in Islam, and Ahura in Zoroastrianism are one single deity, Marduk, the first son of Enki. Here is its evidence. Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. エジプトの最高神、太陽の神、ラーです。頭にサンディスクをつけている点に注意してください。太陽の神のシンボルです。サンガードです。そして、イスラム教の神といえば言うまでもなく、アラーフ・アクバール。神は偉大なりという意味です。アラーフ。最高神です。アクバール、the greatest、最も偉大なるという意味です。そしてもう一人、太陽の神がいます。アフラ・マズダーです。ゾロアスター教のシンボルマークにもなっています。アフラ、神、マズダ、最も賢いという意味です。で、三人の神を並べてみます。ラーです。アラーフです。そして、アフーラです。この三人の神は、大変発音が似通っています。共に、ラー、ラー、ラーという音を持っています。そして、アラーフとアフーラは同じ、フという音を持っています。ただ、アラーフという時のフは、ほとんど聞こえません。ともかくも、音が、このように共通しているということです。で、それだけではありません。エジプトでは古来このようにして挨拶をしました。手をかざしています。こうした壁画がたくさん残っています。やはり手をかざしています。もう一枚見ていただきます。同じように手をかざしています。これが挨拶の仕方だったんですね。両手を相手にかざしています。同じようにイスラム教では神に手をかざして挨拶を
します。ゾラスター教でも同じように手をかざして挨拶します。手の位置、形に注意してください。林博士は同じと判断しました。つまり、こうしてアラーフ、ラー、アフラはつながっているということになります。そしてそれが現在の今に続いているということになります。アラーフ、ラー、アフラ、つまり一人の神、三ゴッドであったということになります。by 林博士。それを裏付ける証拠はいくつかあります。ゼカリア出陣です。ゼカリア出陣は、シュメール、メソポタミアに残る年度版を解読して、地球年代記を表しました。その一部を紹介します。紀元前1万1000年です。延期が人間を助けたということになります。が、エンリルはその後、人間を許したという形になります。1万500年ですね。そして、ここです。紀元前9780年、ラー・マルドックは、延期の長男であったが、オシリスとセスの間で、エジプトを分割して与えた。これがバウンダリーストーンです。説明しておきます。頂点に、イナンナ・イシュタールが立ちます。そしてここにエア、つまり延期がいます。アヌ王の長男でした。そして、その息子がマルドックということになります。こういう位置関係にあります。そのマルドックが地球に残って地球の王となったということになります。そのマルドックイコールラーでした。これで謎が解けました。マルドックイコールラーだったのです。もう一度、冒頭でお見せしました。このチャートを見ていただきたいと思います。ラー、左がアラーフ、そして右がアフーラです。音が共通しています。そして、それが現在に続いています。つまり、ラーというのはマルドックだったということになります。マルドックこそが地球の支配者だったのです。マルドックとアヌンナキの関係についても、ゼカリア出陣は述べています。それをここに紹介します。マルドックの立場がこれでわかります。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時に、シナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかし、EA、つまりエンリルの長男のマルドックは、彼の忠実な王と共に地球に残った。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためにニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのため、マルドックは、ハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも、妻を捨て、彼の地位を維持するべきかどうかの選択をしなければならなかった。すでに、アヌ王や、
枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、アヌ王以前のナムールの血筋を引いていたので、マルドックは、チーナドクソクラエと言って妻を選んだ。しかし、マルドックは、彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックは、エンリル派一派、つまり、ラム族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも、王が地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのため、イナンナと激しく戦った。イナンナというのは、エンリル派一派の女神であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ、そして殺された。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかった。が、アヌ王や枢機卿たちは、その反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりに、アヌ王たちは、マルドックを地球に残し、好きなことをさせた。もし、マルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良い、と。が、神々は、マルドックがその基地を使ったり、乗っ取ったりしないようにと、最初に、市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来、マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者になった。しかし、彼は、ただ一人の責任者ではなかった。他にも、地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため、事情は複雑であった。近く、さらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキハ一派、つまり、竜族とエンリル一派、つまりラム族が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが。さらに証拠が続きます。ギリシャの歴史家ヘロドゥトゥスです。歴史の父とも呼ばれています。ヘロドゥトゥスは世界最古の歴史書である歴史というタイトルの本を書き表します。これがその一部です。これがその一節です。そのヘロドゥトゥスの書いた歴史という本の中にカンボジエという王の名前が出てきます。またの名をカンビュセス二世と言います。これがその絵と言われています。ペルシャの王たちは皆、マルドックを信仰していました。まあ、それについて説明する前に少し、ペルシャの王について話しておきます。少し、回り道をします。これが、ダリウスを描いたレリーフということになります。ダリウスは今、足で、一人の人間を踏みつけています。これがストダーナ・ガウタマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいるシッダ・アルタ・ゴータマ、ペルシャ名、セッダ・アルタ・ゴータマの父親ということになります。
なぜこんなレリーフが残っているか、それについて簡単に説明しておきます。偽のスメルディスってことになっています。が、偽のスメルディスというのは、取りも直さず、ストダナ・ゴータマということになります。セッタ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。ここから先は、あくまでも、ペルセポリスに残る碑文と、それとヘロドゥトスの書いた歴史によるものです。ペルシャです。カンボジアはですね、バビロンを攻略し、バビロンを落としてペルシャの王につきます。右下がペルセポリスです。そして、残るはエジプトということになります。そこでエジプト遠征を企てるわけですけど、その前に夢のお告げでですね、弟のスメルディスがカンボジアの地位を奪うと。それをまあ心配したカンボジアは秘密裏にスメルディスを暗殺します。そしてエジプトへ出かけます。で、その後ですね、ペルシャでですね、ストダナ・ゴータマという男がスメルディスになりすまして王位についたということになっています。それを良しとしないダリウスが今度はそのスメルディスになりすましたストダナ・ゴータマを追い出します。そして追い打ちもかけます。で、ストダナ・ゴータマ一家は現在のネパールのルンビニへと逃げていきます。こういう流れなんですね。ですから、ダリウスは足で偽のウェルマスメルティス、すなわち、ストダナ・ゴータマを足で踏みつけています。で、これがサンタ・ポルナーレ・ヌーボに残る、モザイク画ですけども、反転しましたけど、一番前にいるのがカンボジア、二番目のがストダナ・ゴータマ、そして三番目がダリウスということになります。最近私が したところでは、マギと言われているのはこの真ん中の一人、すなわち、ストダナ・ゴータマだけということが分かってきました。すなわち、まあ、ストダナ・ゴータマは強奪者ではなくて、ペルセポリスの碑文に残るような強奪者ではなくて、むしろ最高位の、いわゆるまあ、占い師ということになります。王ということになるわけですね。で、カンボジア、左からカンボジア、ガウタマ、ストダナ、ダリウスということになります。ストダナ・ゴータマというのは先ほど言いましたように、私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマ、すなわちペルシャ名、セタ・アルタ・ゴータマのお父さんということになります。で、この3人がですね、実は、マルドックを信仰していました。その文書が出てきました。で、もう一度このヘロドゥトゥスに話を戻してみます。ペルセポリスの碑文はですね、あくまでもダリウスが書いたものですから、当然、ストダナ・ガウタマを悪く書いています。その碑文に基づいてヘロドゥトゥスが歴史を書いたものと思われます。で、もう一度簡単におさらいしますと、上がバビロンですね。そして、カンボジアがエジプトへ行ってる間に、ストダナ・ゴータマが、スメルディスになりすまして王位についたと。で、それを良しとしないダリウスが、ストダナ・ゴータマを追い出したということになりますけども、実は最近の研究では、ストダナ・ゴータマこそが最高位の、いわゆるまあ、後継者であったということが分かってきました。ともかくも、このように、カンボジアがですね、いわゆる、カンピセス2世がエジプトへ行ってる間に、スメルディスになりすましたストダナ・ゴータマが王位を奪ったということになるわけですね。まあこういう、流れがあるわけです。で、それを良しとしないダリウスがストダナ・ゴータマを追い出したということになります。その時にもすでにこのペルセポリスの碑文にですね、セッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち宇宙の解放の宇宙の真理の解放者という意味ですけども、現在私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマの名前が刻まれているところからですね、ブッダはペルセポリスで生まれたということになります。で、これがカンボジアですね、カンピセス2世です。そして中央がダリウスです。で、この足で踏みつけているのが、いわゆるまあこれはあくまでも、ダリウス側が作ったレリーフですけども、足で踏みつけられているのがストダナ・ゴータマ、なわちブッダの父親ということになります。で、この周辺から実はマルトゥクという名前が出てきます。ペルシャですね。ここが重要ですから注意してください。すなわちマルトゥクこそがペルシャの神であったということになります。そのカンボジアの周辺からマルドゥクの名前が出てきました。父、キュルスの後を継いでカンボジアは王に就くわけですけども、そのカンボジアがエジプトへ行っている。その間に、ストダナ・ゴータマがスメルディスの
になりすまして、王の位を奪うと。それを容赦しないダリウスが、ヒトダナゴータマを追い出したわけですね。その、カンボジアの父親の、キュルスですけども、そのキュルスが、マルドゥクを侵攻するにあたってですね、その次に実はカンボジアの名前を書き残していました。それが円筒印象の形で残っていました。まあ、これが先ほど言いましたようにサンタボルナーレヌーボーのモザイク画です。まあ、中央がストダナゴータマですね。で、今左右判定しましたから、一番左がカンボジアということになります。そして3番目がダリウスということになります。どうも前はたった一人だけだったようですね。すなわち、ガータマ、ストダナ、ゴータマだけだったということになります。それはともかくも今日のポイントではありませんが、この周辺から円筒印象が出てきました。これなんですね。そしてその円筒印象には、マルドックに、を、まあ、信仰して、彼の父、キルスですね、の名前とともに、カンボジアの名前があったということです。これでも、決まりましたね。マルドックへの祈祷において、カンビセス2世の名前が、父、キュロス2世の次に記されているということです。つまり、このペルシャを支配していたのは、マルドックということになります。すなわち、ラー、すなわち、アフラマズダ、すなわち、ということになっていくわけですね。はい。で、結論ということになります。エジプトの最高神、ラーです。頭にサンディスクをつけています。サンガード、つまり太陽の神です。そしてイスラムです。アラーフです。やはり、サンゴート、つまり、太陽の神です。そして、ゾラスター教の神、アフラマズダーです。アフーラーです。アフーラーです。やはり、サンガード、太陽の神です。音が似ているだけではありません。アラーフとアフラーは、音を入れ替えているだけと、私は判断しています。アラーフがアフラになり、アフーラがアラーフになったというわけです。そして、その儀式の仕方も今日まで同じように伝わっています。両手をかざして挨拶する。エジプトでも、そしてイスラムでも、そしてゾラスター教でも、です。こうして、繋がっていきます。そして、そのラーというのは、マルドゥクのことでした。すなわち、延期の息子のマルドゥクです。こうして、神々が一つにまとまりました。すなわち、マルドゥク、すなわち、延期ということになります。が、延期もマルドゥクも、驚いてはいけませんよ。この日本にいました。日本では、延期は高み結びの神と呼ばれていました。そして、マルドックはスコナビコナと呼ばれていました。それを続く動画の中で証明します。じっくりとご覧ください。Bye for now. All gods, including En, Enki, and Enlil, as well as Inanna, were here in Japan in ancient times. Japan is a land for all gods, and even Marduk, the son of Enki, was here. Here's a story about it with evidence. 日本は古代において、Inanna はもちろん、Anu を、エンキ、エンリルなど、すべての神々の住む国でした。さらに、エンキの息子のマルドゥックも住んでいました。この動画の中で、その証拠をお見せします。きっかけは、イサイラ12173からのメールでした。それには、こうありました。カモンの四つ目結び、と。
その瞬間、私の脳の中で電光が光るのがわかりました。四つの目です。四つの目です。延期のシンボルマークです。で、調べてみると、ビンゴーに続くビンゴー。四つ目結びは、滋賀県近江八幡市にある佐々木神社の家紋であることがわかりました。主催神は、スコナヒコナ。スコナヒコナ。つまり、高み結びの神。高み結びの神の子供。つまり、高み結びの神というのは、延期のことだったのです。私は今まで、その高み結びの神と、もう一人の神、神結びの神、神結びの神のどちらが延期で、どちらが縁離るであるかわかりませんでした。どちらか一方が延期で、どちらか一方が縁離るであるということまではわかっていました。が、どちらが延期で、どちらが縁離るなのかわかりませんでした。が、今回のイサエラ12173からのメールで、それがわかりました。高み結びの神、高み結びの神が延期だったのです。四つ目結びの家紋がその証拠です。四つ目結びの家紋は延期のシンボルマークです。つまり、四つ目結びの家紋で、高み結びの神と延期がつながったのです。ビンゴーです。順に動画を見ながら説明しますが、その前に一言。皆さん、日本という国は大変な国なんですよ。すべての神々がオールキャストで住んでいた。そういう国なんですよ。そういうこともこの動画を通して皆さんにお伝えできれば嬉しいです。広し林、浜松市ジャパン。では皆さんを滋賀県近江八幡市にあります、佐々木神社に案内します。ここに佐々木神社があります。多動坊のすぐ近くです。これが佐々木神社です。で、この山門の両側に提灯がありますけども、その提灯に四つ目結びの家紋が描いてあります。で、この佐々木神社の主祭神がスコナ・ビコナです。で、スコナ・ビコナの父親がですね、高み結びの神ということになります。高み結びの子供がスコナ・ビコナということになります。そして、その佐々木神社には四つ目結びの家紋がある。四つ目というのは、延期のシンボルマークです。これでもう謎が解けました。すなわち、高み結びの神というのは延期のことだったんですね。となりますと、その息子のスコナ・ビコナというのはマルドゥクということになります。延期の息子がマルドゥクです。イナンナ・イシュタールと地上の支配権を争って、まあ、戦います。そのマルドゥクです。スコナ・ビコナを主祭神とする佐々木神社の家紋は四つ目結びなんですね。で、この四つ目結びというのは一度、まあ、体裁が変えられているということですね。1843年にもともとは左のような家紋であったんですけども、それが右のような家紋に変えられたということです。それはあまり重要ではありません。四つの目が描いてあるという点が重要です。四つの目イコール延期のシンボルマークです。となりますと、佐々木神社のですね、主祭神がスコナ・ビコナですから、その父親の高み結びの神というのは当然延期ということになります。延期のシンボルマーク。まあ右に今皆さんにご覧いただいてますけども、もう一度後で説明しますけども、40ですね。神聖数は40。で、目を4つ書いて40を表しています。延期のシンボルマークです。この目がやがてフリーメイソンのイルミナティからフリーメイソンのシンボルマークとなっていきます。主祭神はスコナ・ビコナです。まず、現在私たちがですね、フリーメイソンのシンボルマークと言っているアイオ・プロビデンスの原型がここにあるということです。そしてその父親が高み結びの神ということになります。
そしてその延期の息子がマルドックですから、高み結びの神の息子がスコナ・ビコナということになります。そしてそのスコナ・ビコナを祀っているのが、この佐々木神社ということになります。これで繋がりましたね。で、40というのは、延期の神聖数であるということです。で、民がバビロニアの神々の、構図ですね。で、ここにエア、すなわち延期がいます。そして左下にマルドックがいます。あの王たちがニビルに帰った後、一応地上の支配権はマルドックに渡されますけども、イナンナ・イシュタールがそれを良しとしませんでした。ということで、抗争関係が始まります。で、そのスコナ・ビコナを祀っているのがこの佐々木神社であり、四つ目結びの家紋が、この佐々木神社の家紋ということで繋がっていくわけです。神聖数40について簡単に説明しておきます。これがバビロニアの神々の構図です。頂点にシュタールが立っています。バウンダリーストーンからこれを起こした絵です。そして左にアヌオ、エンリル、エア、延期のことです。そして頂点にイシュタール。シャーマシですね。イシュタールとシャーマシが組んでキリスト教を立ち上げます。そしてニンフルサングです。ニンフルサングと延期が組んで人間を改造します。こうしたシンボルマークと同時に神々は神聖数を持っていました。アヌオは60、エンリルは50、そして延期は40、イシュタールは15、シャーマシュは20、そしてニンフルサングは12という数字を持っていました。これが神聖数です。そしてこの40に注目してください。40というのは延期の神聖数です。で、こんなゲーム版なるものが、ウルから発掘されています。女王プアビのいた都市ですね。都市国家です。で、これはゲーム版ではありません。これは神々のカレンダーです。その証明も私、林博士が前にいたしました。で、このゲーム版今日はですね、注意していただきたいのは、5種類の模様が描かれているということです。左がこれイシュタール・イナンナの紋章です。太陽系の惑星をですね、外から数えて8番目が金星です。ですから8方向に伸びる金星をイナンナはシンボルマークとしました。そして20、中央が5になってますけども、後で50と読み替えます。20丸は10です。そして12、そして一番右。目が4つですね。そして20まで囲んでますね。なあち40ということになります。この一番向かって右側が延期のシンボルマークであり、そして神聖数ということになります。そして40イコール、今、下に示しましたように40が延期の神聖数であり、同時に4つの目は延期のシンボルということになるわけです。こうして繋がっていきます。40、40と繋がって、そして、目が4つ、4つ目ということになっていくわけです。これで40は延期だということを皆さんに分かっていただけたと思います。なあち40は延期の神数であり、そのシンボルマークが4つの目であるということですね。その4つ目の目と、佐々木神社の4つ目結びとつながっていきます。なあち、マルドックの、延期の流れを組むマルドック、息子ということになるわけです。一番右が40です。そして4つの目ですね。こうしてつながりました。で、さらに話を続けています。これはアッシリア、バビロニア、それからメソポタミアに残るレリーフですけど、皆このようなアイテムを持っています。現地の学者たちはですね、これをバケツと説明していますが、これはバケツなんかではありません。何かもっと意味のあるアイテムです。ほとんどの神々はこのバケツのようなものを持っています。しかしこれはバケツではありません。そして皆腕時計のようなものをはめている点にも注意してください。で、同じようにこのようなものが発掘されています。これはバケツというよりもハンドバッグですね。ですから古代の神々は何かの目的を持ってこのようなものを持っていたと思われます。ハンドバッグのよう、ハンドバッグといってもですね、物を入れるハンドバッグではなかったと思いますけども、それに似たようなものを持っていたということですね。そして、右上の、このハンドバッグのようなものに注意していただきたいと思います。この表面に彫られているのが、
イナンナ・イシュタールの紋章と、そして延期の紋章です。マルドックの紋章と言ってもいいかもしれません。これがイナンナ・イシュタールの8方向に伸びる金星を表す紋章と言われてますけども、太陽系のですね、惑星を外から数えると地球は7番目、金星は8番目になります。まあ、ここでですね、色を照合しているところです。なかなか色というか、色とか音というのはですね、まあ、遺跡の中から浮かび上がってきませんので、まあ、あえてここで皆さんにそれを紹介いたします。そして、目。延期のシンボルマークですね。延期すなわちプロメテウスですね。ギリシャ神話では。そして、人間創造の、まあ、神ということになります。繰り返しになりますが、これが後の、フリーメイソンのシンボルマークとなります。私が知る限り発見した範囲では、これが最古の、フリーメイソンのシンボルマークということになります。で、結論ということになります。佐々木神社です。で、ここの神社の家紋が、四つ目結びである。そしてその神、主催神がスコナ・ビコナである。そしてその父親が高見結びの神ということになりますと、高見結びの神イコール延期ということになります。これではっきりしました。続くビデオの中では、まだそれがわかりませんでしたから逆に言っていますけども、そこは訂正いたします。どうかご注意の上ご覧ください。そして、高見結びの神ですよね。現在、相撲取り力士がですね、手刀を切りますね、三方向に。あるいは、雨の水上神の神に切って、神結びの神に切って、そして三番目に、高見結びの神に切る。あれ逆だったかもしれません。で、手刀を切っています。賞金を受け取るときに手をさっさと切りますね。その紹介も後でいたします。で、主催神は、スコナ・ビコナであると。スコナ・ビコナであると。40という数字と、それから目の4つ目と繋がっていきます。そして4つ目と延期のシンボルマークと繋がり、そしてそれがですね、佐々木神社の家紋になっているということになります。こうして繋がっていき、まあ、具体的に日本の、まあ、古事記に代表される神話と、それからシュメールの神々がこうして繋がっていきます。右はバビロニアの神々の構図です。エアーがここにいます。延期です。40ですね。そして40イコール目のシンボルマーク。四つ目でしたね。そしてその左、上の左が四つ目結びにつながっていき、それが、佐々木神社の家紋になっている。そして佐々木神社では、スコナビコナを祀っている。スコナビコナの父親が高見結びの神ということになりますと、繰り返しになりますけど、高見結びの神イコール延期ということになります。ビンゴですね。これではっきりしてきました。日本の神々とシュメールの神々、イコール同じということになります。上にいるのが大日如来、すなわちアフラマザーですけども、アヌオ自身がアフラマザーの名を語って地上シェアに、地球、地上を、まあ、訓練してた可能性もあります。アフラマザーそのものはですね、神の中の神ということになりますからね、私は地球上には、滅多には降りてこなかったと思っています。まあこうして繋がるわけですね。で、民が、高見結ぶの神が、延期であり、その息子がスコナビコナであるということになります。どうもありがとうございました。ビンゴです。バイ。